札幌ドームが6億円以上の赤字？ああ、2024年3月期の決算で、過去最大となる6億5100万円の赤字を記録したんだ。大きな原因は、日本ハムファイターズが移転したことだな。札幌ドームは、日ハムに年間13億円も支払わせていたんだが、その収益源がなくなったんだ。日ハムが抜けたことで、売り上げは大きく減少した。そんなに日ハムに頼っていたんだ。広告収入や命名権の募集もうまくいってない。新モードというイベント対策に、10億円もかけたが、実際の利用は年間3日間しかなかったんだぜ。これからどうなっちゃうの？それじゃあ、今回は札幌ドームの赤字について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、札幌ドームの歴史から紹介していこう。札幌ドームの歴史は意外と古くて、1981年まで遡るんだ。北海道がちょうどこの年から、全天候型多目的スタジアムの検討を始めた。1992年になると、それが本格的に動き始め、この年、札幌市は2002年 FIFA ワールドカップの開催地に立候補したんだな。覚えているわ、当時は盛り上がったわね。そして、1996年にドーム化が決定し、1998年から建設が開始され、ついに、2001年6月2日に正式に開業し、すぐに大人気となった。開業から3ヶ月で来場者100万人を突破、その後も、順調に来場者数を伸ばした。2007年には1500万人、2011年に2500万人、そして2016年には4000万人を記録した。それはすごい人気じゃない。重要なポイントは2004年からだ。この年から、北海道日本ハムファイターズの本拠地となった。当時東京ドームを本拠地としていた日ハムを、札幌ドームが熱心に誘致した結果なんだ。というのも、日ハムは2006年と2016年に日本シリーズで優勝するなどして、札幌ドームの集客に大きく貢献してきたんだな。開業してからかなり順調に進んでいるわ。札幌ドーム自体は札幌市が所有し、札幌市と道内財界各社が第三セクター方式で出資する。株式会社札幌ドームが、指定管理者として運営管理を行っている。ってことは、完全な民間ではなくて公共機関が所有、経営するのね。そんな札幌ドームは多用途に使えるように、様々な特徴的な設備を備えているんだぜ。それが、デュアルアリーナ方式と呼ばれる屋内と屋外の2つのアリーナや、ホバリングサッカーステージという天然芝と、人工芝の入れ替えが可能な世界初のシステムだ。このため、サッカー、野球、コンサートなど多様なイベントに対応可能になっている。確かに、いろいろなイベントを開催しているイメージがあるわ。こうして、野球を中心に各種イベント開催を通じて順調に経営が進み、札幌ドームの2022年度の決算は、売上高が31億8500万円と、前年比で、増収増益の黒字を達成しているんだ。こうしてみると、開業以降右肩上がりで業績を伸ばしているのね。しかし、2024年3月期決算で、過去最大となる6億5100万円の赤字が発生した。これは、当初想定していた赤字額2億9400万円の2倍以上となったんだ。これまで順調だった経営が嘘のように、売上高は過去最低の12億7100万円を記録し、前期比で17億400万円も減少。年間イベントの日数も前期の124日から98日に減少した。いきなり何があったのかしら？この背景には様々な要因が絡んでいるんだが、この大赤字の最大の要因は、2023年春に行われた日ハムの移転が大きく関係している。日ハムが移転しただけで、そんなに影響があるの？日ハムは札幌ドームの主要な収入源だったんだ。年間約70試合、観客200万人と、大規模な集客で貢献していた。実際に日ハムが本拠地としていた、2004年から2022年度は、年間のイベント開催日数は、おおむね120日を超えていたが、移転でチケット収入や広告収入が、大幅に減少。特に平日ナイターがなくなり、平日の利用率も低下したんだな。それはかなりの影響がありそうね。さらに、新規事業の新モードという中規模コンサート対応設備の失敗も大きい。これは、新たな需要を喚起するためドーム内を半分に仕切るという使い方なんだけど、札幌ドームはプロ野球の試合に変え、イベントの誘致を模索したがうまくいかず、なんと10億円もかけて整備したのに、2023年度の利用はたったの3日だったんだ。たったの3日間？完全な読み違いだわ。
しかも、札幌ドームが主催したパブリックビューイングなどに、使われただけで、一般での使用はほとんどなかったそうだ。あらら、それに加えて、球場や劇場などの施設に名称を付ける権利、通称ネーミングライツが、長い間未契約の状態が続き、収入が得られなかったことも痛手となった。年間2億5000万円以上を見込んでいたが、当初は一件の応募もなかったんだぞ。うわぁ、いろんな問題が重なっているじゃない。固定資産の寄付や減損処理で、約2億円の損失も発生している。財務面でもボロボロってわけだ。急に悪い方向に進んでいるわ。そんな札幌市は当初、黒字化が可能と見込んでいたにもかかわらず、現実は厳しい状況となってしまったわけだな。札幌ドームの広報担当者も、土日の利用は割とあるが、平日が課題になっている。高校スポーツなどアマチュアを含め、市民、道民の利用を増やし、今季は黒字化を目指すと述べているんだ。高校スポーツが、本当にプロ野球の代わりになるのかな？専門家からは厳しい批判がされている。経営が日ハムに大きく依存していた点や、将来を見据えた、綿密な収益計画の不足が指摘されていて、北海道大学の石井教授は、札幌ドームの経営が日ハムに大きく依存していたと分析し、黒字化は無理だと断言しているほどだ。お先真っ暗じゃん。また、石井教授が全国のドーム球場のコンサート利用を調査したところ、コロちゃん以前の段階では東京、大阪が年40から50回、名古屋、福岡が、30回程度だったのに対して、札幌は15回程度にとどまっていたらしい。そんなに他の都市と差があるなんて。石井教授によると、札幌ではもともと商業的な需要が大きくはない。移転が決まった段階でこうなることは見えていたが、札幌市は対応を先送りしてきた。とかなり厳しくコメントしているほどだ。もう希望はないってこと？現状では、かなり厳しい状況だと言わざるを得ないな。札幌ドームの山川社長は、この形をプラスの状況に持っていかなければいけないというが、具体策は見えてこない。札幌市の秋元市長も、全天候型の多目的施設である強みを生かす、と言ってるが、果たしてそれだけで十分なのか懐疑的な見方が根強いんだ。なんだか解決策が見当たらないわ。コンサートやアマチュアスポーツ大会の誘致、市民利用の促進、新規広告枠の販売など、様々な対策を講じようとしてるが、200万人の穴を埋めるのは至難の業だぜ。そんなの分かりきってたことじゃない。市民の声も厳しい意見ばかりで、将来的な見通しが甘く、計画性がないという声や、赤字であり続けるなら、いっそのことなくしてもいいのではなんて声も多い。定期的に使ってもらえる工夫をしてほしい、という意見もあるが、果たしてそれだけで、6億5100万円の赤字を埋めることが可能だろうか。開業以来、順調に業績を伸ばしていたかと思えば、実際は日ハム頼りの偶然だったのね。こうして札幌ドームの業績は、日ハムの本拠地移転とともに悪化したわけだが、この移転は、札幌ドームと日ハム側での条件が折り合わなかったことも原因なんだ。一体どういうことなの？2023年春、日ハムは北広島市の新球場、エスコンフィールド北海道に移転したが、そんな移転の理由はいくつかあるものの、最大の問題はお金に関するものなんだ。なんだか闇が深そうな話題だわ。そもそも、日ハムにとって札幌ドームの年間賃料が10億円以上は法外に高かった。日ハムの球団の収益性も悪化していて、もはや耐えられない状況だったんだぜ。さらに、札幌ドームの使用に様々な制約があり、球団が自由に運営できなかった。広告収入増加やドーム使用の柔軟性を求めたが、札幌市との交渉が難航したんだ。公共機関が所有している大規模施設だから、融通が効かなそうね。これらの問題を解決するため、日ハム側も札幌市との交渉を重ねたんだが、最終的に合意に至らなかったらしい。球団側は賃料の削減や広告収入の増加、スタジアム使用の柔軟性向上等を要求したが、札幌市は譲歩せず交渉は決裂してしまった。そのため、日ハムは新球場建設という選択肢に舵を切ることになったんだな。少しくらい札幌市側も歩み寄ればいいのに、施設の構造的な問題も無視できなかった。札幌ドームは閉鎖的な空間で、天然芝の管理が難しく、プロ野球の本拠地としては最悪だったんだ。それって、プロ野球の本拠地としては致命的な欠陥じゃない？そうした中、北広島市は日ハムに対して新球場誘致に向けた、非常に魅力的で、相互にメリットのある、包括的な提案をしたわけだ。それなら日ハムが移転を決断したのも納得だわ。
でも、札幌ドームにとっては大打撃ね。札幌ドームは必死の対策を打ち出してはいるが、どれも焼け石に水の状態らしい。ネーミングライツの売却も目論んでいたが、年間2億5000万円の目標に対して、当初は応募者ゼロ。2024年7月になって、ようやく大和ハウス工業が取得し、2024年8月から大和ハウスプレミストドームという愛称で、運営されることとなった。どれくらいの契約金額なの？契約金額は非公表となっているが、関係者によるとドーム側の希望額である。年間2億5000万円で契約したと言われている。それはすごいじゃない。もちろん、札幌市側もコンサートやアマチュアスポーツ大会の誘致、観光客向けイベントの実施、市民利用の促進なんかを必死で考えている。しかし、専門家の見方は厳しいぜ。みんな、口を揃えて経営方針の抜本的な見直しが、必要だと言っているんだ。札幌市側は未だに効果的な具体策が打ち出せていない。抜本的対策とは程遠い状況ね。この問題は、プロスポーツチームと公共施設の関係、地域経済への影響、公共施設の運営モデルなど、様々な課題を浮き彫りにした。札幌ドームの苦境は、他の自治体にとっても対岸の火事じゃないんだ。札幌ドームの未来は暗そうね。税金の無駄遣いになるかもしれないし、市民の大切な施設がなくなるかもしれないって、本当に悲しいわ。そんな札幌ドームの球場とは対照的に、本拠地を移転することになった。日ハムの新本拠地のエスコンフィールドは、順調な様子だ。札幌ドームからの移転は大成功となっていて、観客動員数、収益、地域経済への貢献、どれをとっても、札幌ドーム時代を大きく上回っている。あらあら。札幌ドーム、これは悔しいでしょうね。ここで数字を見てみよう。2024年のレギュラーシーズン、エスコンフィールドの、1試合平均観客動員数は 28,830 人、年間総動員数は 207,5734 人だ。これに対して、札幌ドーム最終年の2022年は1試合平均 17,937 人、年間総動員数 129,495 人。一目瞭然の差だな。本当にすごい差が出てるじゃない。それに、エスコンフィールドは単なる野球場ではない。というのも、北海道ボールパーク F ビレッジという複合施設の一部なんだぜ。それって一体何なの？野球以外のイベントや式を通じて楽しめるイベントなど、実際に手に触れ、五感で感じるアクティビティが、たくさんあるんだとか。それは子供も嬉しいわね。そんな複合施設は、2023年3月のプレオープンから12月末までの295日間で、なんと約346万人が訪れている。一日に平均すると 11,745 人だ。面白いのは試合がない日の来場者数だ。平日で 4,500 人、休日で 8,000 人が訪れている。つまり、野球以外の目的でも多くの人が集まっているということなんだ。それはすごい。道外からの来場者も増えた。全体の約 30%、つまり約100万人が道外から来ている。札幌ドーム時代は約 10% だったから、3倍に増えたことがわかるな。3倍って、なかなかな数字じゃない。来場者数だけではなくて、滞在時間も大幅に伸びている。試合がある日は平均4時間6分、ない日でも3時間8分も滞在しているんだ。これが球団の収益にも直結している。2023年度の売上高は251億円を記録したんだ。2019年の157億円から、約100億円も増加したんだぜ。パチパチパチ。営業利益も36億円となり、当初目標の26億円を大きく上回ったんだ。広告収入は 1.8 倍、チケット収入は 1.5 倍に増加。さらに、札幌ドーム時代にはなかった、飲食収入も新たに加わった。まさに収益構造が劇的に改善されたわけだな。球団にとってはいいことずくめね。でも、地域にとっても良かったのかしら？大規模な施設も作って、税金もかなり使っているような気がするけど。三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの分析によると、北海道への年間経済効果は、約1000億円を超えるそうだ。確かに、北広島市は球団誘致のために様々な支援をしたが、それ以上の効果が出ていることは間違いない。例えば、土地の無償貸与や、税金の減免なんかをやったんだが、それを上回る経済効果が出ているのは確実だ。まさにお互いにメリットがある、ウィンウィンな関係ね。将来はさらなる成長も見込んでいる。2028年には年間来場者数を、約700万人に増やす目標を立てているんだ。
すごい。札幌ドームは苦しんでいるのに、エスコンフィールドは大成功だわ。野球だけじゃなく、街全体の魅力を高める取り組みをしたのが成功の秘訣だったんだろう。札幌ドームの鉄を踏まず、相手のことを思って行動した結果がこれってわけだな。こんなにも差が出るものなのね。これら問題は、公共施設の運営と地域振興について重要な示唆を与えているんだ。特に、多様な収入源の確保、地域との連携、長期的な視点の重要性が浮き彫りになった。札幌ドームの最大の失敗は、日ハムという特定のテナントに過度に依存してたことだろう。年間200万人の集客と、それに伴う収入を失って一気に経営が悪化した。札幌ドーム側も、日ハムの要望を聞いて歩み寄ればよかったのにね。公共施設運営では、複数の収入源を確保し、柔軟に施設を利用できる計画が必要だろうな。そんなに簡単に新しい利用方法を、見つけられるのかしら？難しそうだけど、北広島市の例を参考にすると、球団と地域が一体となって街づくりを進めた結果、大きな相乗効果を生み出すことができたんだ。もはや、エスコンフィールドは、単なる野球場じゃなく、地域の新しい核になっていると言える。札幌市もドームを中心に、街の魅力を高めるようなアイデアが出ると良いわね。これからは、施設の運営計画や利用方法について市民のニーズを把握し、地域全体で施設を育てていく姿勢が大切だろう。札幌ドームは、日ハムが出て行った後の計画が何もなく、不十分だった。これからは50年先を見据えた収益計画や、環境変化への対応力が求められるな。そう考えると札幌ドームの問題って、心機一転何か新しいことに取り組むチャンスかも。既存の枠にとらわれずに、野球以外の用途で定期的に人を呼び込める仕組みが大切だ。この問題の解決策は、きっと他の公共施設の運営にも役立つはずだぜ。これから、札幌ドームがどのように再生するか注目していきたいものだわ。みんなは、札幌ドームの赤字についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。